第60回調布市民駅伝競争大会が2016年1月31日晴天のもと開催されました。2020年の東京オリンピック・パラリンピックでも使用される味の素スタジアム、その場内でスタートとフィニッシュを行えることが特色のこの大会、今年も数多くの選手と観客が参加しました。今大会には昨年に引き続き岡田雅宏監督が率いる拓殖大学陸上競技部新たプロジェクトが大会ゲストとして参加されました。市民の皆様方と一緒に楽しんで、やれたらなということで、みんな本当に、走った後楽しかったと言っておりますので、非常に、参加してよかったなと思っております。60回目を迎える今大会からミックスの部が新設されました。ミックスの部はランニング大会初心者の人にも参加しやすいよう、各区間が3キロとなっています。またコースのルートが変更され、調布飛行場での飛行機の離発着が見えるなど、表情豊かで魅力的な景観を走れるようになりました。それでは今一般男子の部がスタートいたしました。どうぞ皆様、それではミックスの部優勝、合気道小手返し、中学生男子の部優勝、 KMC 陸上クラブ A、 中学生女子の部優勝、 KMC 陸上クラブ A、 3連覇。40歳以上の部優勝、神代寺総遊会 A、 来年も優勝するぞ、バラバラ一般女子の部優勝、城南ジョバレ A、 優勝したぞ、イエーイ。一般男子の部優勝、電気通信大学陸上部 A、 優勝したぞ、やったー。